あなたの心にいるハートというわけでね、コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートでーす。今回はなんと崖っぷちになったせいか、責任者からメガリスケルター2のプレイ許可をいただきましたこれね、イルハートホラーはね、ちょっと苦手なんですけど、まあね、気合と、まあ、キャラのね、可愛さでね、張り切って、張り切ってやっていきたいと思います。それでは、メアリスケルタズ、レッツスタート大好き。はい、というわけでね、メアリスケルタズ実況プレイやっていこうと思います。え、前作をプレイ済みかもちろんですよ。そうじゃなきゃ2からやるわけないじゃないですか。あれですよ、あれ、あの童話だっけ、あの主人公メアリー一世がこうなんかでかいあれから脱獄するみたいな、こう混乱でスケルトンみたいな、アップじゃないです、本当にあの、まあ、そんな説明はまああのこう編集でね、こう入れててくれればいいじゃないですか。で、まあ、とにかくやっていきましょう。え、なんかほこりついてません？え、なんかほこりついてません？はい、なんでもないです。いよし、あ、始まった上昇。よし、敵はいないな。これね、見たことあるよ。あのね、あれだよ。人魚姫、そう。今なら一気にたどり着ける。でも、改めて不気味な場所だ。捕まってる人たち。え、無事だったのか。なんかさ、気配はある。人魚姫のさ、生き残って髪の毛？ちょっとお揃いっぽくないですか？あの、この毛先の色チェンジ感、カラーチェンジ感、ご安心ください、姫。触覚？何があろうと。こんな奥面もなく言われると難しいよ。でもね、なんかね、私今大変なことに気づいてしまったんですけど、それにしても後ろになんかぶら下がってない？あー、そんなことない。あ、遅いぞ、赤月。赤月ちゃん。敵の数。派手に暴れすぎなんだよ、赤月は。なんかあの頭の後ろのモフモフはあれですかね、こうあのみんなと同じグラデーション的な何言ってるのみたいなやつですかね。いや、なんかさ、おあれですよね、登場するキャラクターが、まあ、赤ずきんちゃんとか人魚姫とか、なんだっけ、ラプンツェルとか、なんかね、そういうね、なんか昔話、おとぎ話みたいなね、やつに出てくるとかね、ほうほうって言ってますけど、らしいですね。あ、おつんちゃんは、わかりますよ、あれですよね、あれ、このおつんちゃんみたいな、そんな感じのやつですよね。もうなんでそれまで見るんですか。もうちょっとあの答えがね、この首のあたりまで出かかってるんですよ。あの、待って、思い出したらいいんです。ちょっと時間がかかる、ちょっと。まあ、とにかくね、ゲームやっていきます。しょう。え、なんかさ、ほこりひどくないですか、今日。あーはーはー、まあね、ちょっと止めちゃってごめんなさい。まあ、なんかね、画面にね、大きいホコリがついててね、ちょっと見えにくいところがあるんだけど、まあ、テレビついてんのかな。おお、違う、動いた。あの、なんか右端のさ、大きいホコリなんですけど。え？ほら、右端のなんか、あれですよ、あの、ホコリって何？ホコリ！あー、もう、はい、まあ、とりあえずね、続きを
やっていきましょう。やっていきましょう。音楽がすごい好き。このなんかジュンジュグジュンジュグジュンみたいな、でうまく表現できないんですけど、こんな感じが好きです。でね、これここね、見たことあります。ここね、わかりますよ、ステージの名前。秘密の国のアリス、めっちゃ好きなんですよ、アリス。いや、かわいい、かわいい。なんかね、こうアリスモチーフのこうお話とかゲームとかいろいろ、おいろいろあるじゃないですか。おお、ああ、ぶつかってるのね。あるじゃないですか。何の話だっけ。そうそうそう、そういうね、なんか脱出、あ、いて、ごめん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 。あ、マップあった、マップあった。あ、こっちか、こっちか。そうだそうだ、マップを見ろってね、言われたんでした、この間。話どころじゃなくなあ、ごめん、待って待って待って、ちょっと待って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 、いや、これあれじゃないんですか、あの自分の、私の通った道が道、そうそう、ちょっと道になるみたいな、あれですよね、マップをさ開拓していくやつじゃないんです。あ、ていうか、なんか今日ホコリひどくないですか。あ、かわいい。あたせー、おー、刻んでやる。え、なんかね、世界観がね、かわいそう。結構ね、メアリースケルターってね、ホラーだと思ってたんですけど、なんかアリスのね、世界観すごい可愛くて、まだあんま怖くないですね。え、でも、ホコリやばいんだけど、え、これ何ですか、ホコリがやばいんですけど。え、いや、A じゃなくて、え、なんかさ、なんか画面ホコリついてるじゃないですか。どこに。え、見えますよね。え、ほら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 、画面の今3分の1ぐらいホコリまみれてるじゃないですか。ちょっと待って、え、本当に増えてるんですけど。え、これバーってんですか。これ取ってくれません。こういう仕様なんです。違くない。今日はこれで終了して、これ結局あの進んでないし、なんかマップちょっと落ちただけじゃないですか。エアプを重ねた人間には罪悪感、心の埃が溜まって見えるという社会破壊。意味わかんないですけど、っていうか、そう、社会破壊で思い出したんですけど、あの、この間のファンボックスの回あったじゃないですか。あれの時に、社会派な回って言ってんのに、コメントで社会を破壊するの方かと思ったってめっちゃ言われたんですよ。どういうこと？まあまあまあ。あー、疲れた。まあね、イルハートはあくまでもエアップゲーですから。ゲーなんでね。エアップゲーですから。まあね、実際はね、実際本当はコンパイルハートのゲームをね、ちゃんと知っててやってますからね。もちろんありますよ。あのね、あれ
ヒプノシスマイクですよ。ヒプノシスマイク。ラップバトルみたいな。やりたいです。あの、バーチャルディビジョンみたいな。なんかカンペにさ、なんかカンペにほこりついてません？いかがでしたか？世の中には知らないのに知っている、わからないのにわかっている、自分を守るために、また有利に持っていくために、知ったかするエアプたちがいます。そんなエアプな人が自分の身に起きた奇妙な出来事を分かってもらえないのは、因果応報と呼ぶべきなのでしょうか。それでも、エアプでも分かって欲しかったのでしょうか。エアプは結局、エアプとバレる。正直に生きる術を身につけたいものです。と言っても、私もこの元ネタを知らないエアプなんですけどね。はい、ということでね、あの先日ね始めたファンボックス、皆さんありがとうございます。まあね、正直ね、正直あの、こう始めたばっかりの頃、こうなんか、誰も見てくれないんじゃないかなと思って、いや、あのね、正直本当に怖かったんですけど、でもね、こう、いろんな人がね、こう、支援してくださったり、まあ、絵日記にね、コメントしてくれたりとかね、本当に、みんなありがとうございます、嬉しいです。まあね、このね、支援してくれてる人よ、のね、なんかいろんなね、コンテンツとかもね、ね、できる限りいっぱいね、いろいろやっていきたいと思うので、まあね、夢日記とかも今頑張って書いてますけれども、まあね、興味のある方はね、ちょこちょこね、全体公開にしてるやつもちょこちょことあるので、ぜひぜひ見に来てください。と、まあね、お知らせっぽいものも入れつつね、よく、変な夢を見るんですよ。よくね、変な夢を見るんで、まあそれをこう、絵日記、一枚の絵日記にしてみましたみたいなやつをね、よく書いてるんですけど、まあね、それも書くとあれなんですよ、たまにね、見てくれてる誰かがこう夢占いみたいな検索をねしてくれるんですけど、割と当たってて恥ずかしいみたいなのがあるんですけど、まあね、ちょっとこれはなんか夢占い的にまずいんじゃないかなみたいなやつがあったら、あの、何、不運の兆しみたいな、健康に注意みたいなやつは、あの、なるべくこう教えてくれなくていいので、こういいことだけね、いいことだけね教えてくれるとね嬉しいです。あの思い込みが大事なタイプなんで、なんだろう、こうちょっとだるいなと思って、あの、熱測って37度とかになるとうっってなるタイプなんで、あの、ね、こう測らなければこう熱はないのと一緒みたいな、知らなければ占いの順位が低いのもなしみたいな感じなんで待って、本当何言ってんのみたいな感じなんでね、まあいいことだけね、よろしくお願いします。まあね、いろんな夢とかね見るので、これからもね、いろいろ更新していこうと思うので、ぜひぜひ見てみてください。